こちらは自衛隊基地の整備が進む種子島沖の馬毛島の今日の映像です。着工から1年半、多くの作業員が島に入り、工事が進んでいる様子が分かります。木原防衛大臣は今日、馬毛島での整備の進捗状況や陸上自衛隊の奄美駐屯地を視察しました。木原防衛大臣は今日午後、馬毛島を訪れ、去年1月に着工した自衛隊基地の整備状況を視察しました。馬毛島では滑走路などの造成工事や港の係留施設の建設などが進められています。視察に先立ち、木原防衛大臣はこのように述べていました。外海に位置し、社会インフラが全く整っていない離島での大規模の工事といういわば特殊な条件にありながら、多くの関係者が懸命に作業に従事し、施設整備が進められている、その様子を自らの目で私自身がしっかりと確認したい。アメリカ軍の陸上空母離着陸訓練 FCLP の開始時期については答えられる段階にないとして明らかにしませんでした。また木原大臣は奄美市の陸上自衛隊奄美駐屯地も訪れました。南西諸島地域の防衛体制を強化するため、5年前に開設された奄美駐屯地にはおよそ400人の隊員がいます。防衛大臣の訪問は3年ぶりで、木原大臣は隊員から説明を受けながら射撃訓練場などを見て回り、陸海空およそ300人の隊員を前に訓示を行いました。奄美大島周辺においても、中国の艦艇や航空機の活発な活動が見られます。こうした状況だからこそ、我が国の防衛体制を目に見える形で示し、力による一方的な現状変更を許容しないとの我が国の揺るぎない意思を示すことが重要になっています。視察を終えた木原防衛大臣は、我が国の防衛の最前線である南西諸島地域の防衛体制の強化を引き続き着実に進めると述べました。